最後の荷物だ。船にしっかりと組みつけろ。この船止まれ。高川奉行所のものだ。この船のことだ。そうだ。その布を取れ。筋違いだ。この船は御三家紀州家のものだ。私は紀州藩士小暮源太郎。疑わしければ紀州家下屋敷まで同道された。本田さん、分かったら失礼。捕まってた。どうぞお取りください。どうぞ。片付けない。ごめん。バカに船足がおめえな。紀州様じゃどうしようもありゃしませんよ。多摩事務業所でさえ手のつけようがないんですよ。聖徳元年、この頃隅田川を境とする本宿香川市は江戸五府街と呼ばれ、南北町奉行の支配地ではなかった。万治2年、新大橋永泰橋が作られ、堀川が縦横に掘られるに及んで、諸国の出稼ぎ人たちが集まり、江戸の下町として急速に発展した土地柄である。ちょっと、え、おっさん、あんたたち見たらいい男ね。え、あんた昔モテて。誰あんたじゃねえけど。どれも。なんだよ。ここはおひらに任せとけ。何したか知らねえが、もう堪忍してやんなよ。ダメダメ、言うてきたからダメなんです。そんな悪いことしたのかい。泥棒しよったんですよ。なんか聞いたらね、おかんがいなくてお父さんが帰ってこない。で、2日間も水しか飲んでない。そう、2日も食わなきゃしょうがないよな。大人だって我慢できねえぜ。事情はわかりますよ。だからと言うて泥棒するということは許されないんですよ。これ分かってるか、ほんまに。おお、おとよ、うちへ連れてって訳聞いてやんなよ。実に全くけしからん。仮にもわしは当深川奉行所の筆頭同心だ。その わしを捕まえて、新兵衛藩、新兵衛藩、慣れ慣れしいというか、筋目が立たんというか、おまけに並木長屋に住んでる子供の親を探せとは何事だ。わかりました、父上。私が調べに行きます。その通りだ。せよ早く言えってんだよ。いや、本当に折れちゃったじゃないか。旦那、こすれだろうと、やずれだろうと、そんなことにびきついてたんじゃね。このなめきじ長屋じゃ住んじゃいられませんよ。ええ、それ以上気になりたかったらね、なんとかしていただかないとね。ええ、おい、石川。ここはな、おめえみたいなひょっこの食っとこじゃねえんだよ。まあ、人間の吐きだめだ。なに、平蔵。旦那、相変わらずはっきりおっしゃいますね、吐きだめだなんて。藤助って男が3日前から消えてしまいましてね。男の子が残されたのをお奉行が拾ってこられまして、何が何でも親を探してこいと。その男の商売、船人足だったようで。船人足。いいか、これがちゃんの顔だな。で、鼻がこどうだ。違うわい、こんな行儀のいい鼻じゃないわい。そうか。それじゃな、この鼻、これな、これどうだ。まだな。ママか。ボン、んちょっと、あ、台所にな、菓子があるから食べてで。はい。もう
あの子の父親はどうも死んだらしいですよ。らしいってのはなんだよ。なんかね、急に船人足ばかりが10人ほどいなくなったんですって。どうもあの子の父親もその中の一人らしいんですわ。抜け荷だな。お礼者、待れ、待て、車さん。一枚もらおう。はい。人探しか。それにしては面白い仕事だ。お侍さん、ご存知なんで？せっかくだが一両儲けられそうに。あ、知っている者がいるかもしれない。これはもらっておく。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうも。さあ、ボウスケを知らないか。息子のサンタが探してるよ。さあさあ頼むよ。俺は都会へ寄って帰る。先へ行ってくる。俺も一緒に行こう。なぜだ。自分の顔をよく鏡で見てみろ。さっきだよ。人を斬る顔だ、その顔は。俺は身寄りのない人足だけを集めるとくどいほど都会へに念を押しといたんだ。人足を切っただけではなく、一人の子供をみなしごにしたんだぞ。落ち着け、小暮。旦那様。なんだな。小暮様と黒松様がお見えですが。ご家老、よろしゅうございますかな。お通しして。よかろう。お通ししなさい。奴ら寝頃同心というのは淵前が少ないからな。それだけに必死になって働く。まあせいぜい振る舞ってやってくれ。心得ております。ご家老。おお、いやここは藩邸ではない。さあ平たくしろ、平たく。さあどうぞどうぞどうぞお入りください。さあさあさあ。今日はまたどのような。都会よ、この南蛮屋と申すのは何だ。波の料理屋ですが、おかみというのが男顔負けの義教心の強い女で。そうか。それならばまだしもだが、万一奉行所が乗り出すことになれば厄介だからな。何のたかが深川奉行所、天下の御三家紀州様に手出しができるわけがございません。それもそうだな。都会屋殿、わしは、いや我ら根室同心4人、この件を引き受ける際に人足には身寄りや肉親のない者ばかりを選んでおいてくれと申し込んだはず。はい、確かに承っております。しかしそれならば。すべこべ申すな、小暮。たかが人足連れの命、チリアクタと変わりはない。そんなことに気を配ってて男の仕事ができるか。明日は殿もお見えになって、新式鉄砲の威力を試されるはずだ。殿がお喜びになればその方たちも引き立てていただけるやもしれん。こんな名誉なことがあるか。まあくだらんことを考えず、どこかで一杯やって帰れ。
してるんです旦那。やだわ旦那、勘違いしたんでしょ、私とお奉行が。入ってこい入ってこい。何してやんだよ、入ってこい。おい、おめえよくそれで同心が務まるな。はい、あの同心やる前から男やっておりましたから。ところでどうだった、人相書きの効き目は。仰せの通り、妙なそぶりの侍二人が見事に引っかかりましたが、どうもいけませんね。何がいけねえんだ。紀州様ご家来、それも根黒同心のようで。紀州家。そうです、紀州家とすれば例の妙な荷物舟の件と船人足行方不明の日取りもぴったりと一致します。だがおかしいじゃねえか、この辺りの抜けに行ったって天下もあるかしねえよ。紀州家なら長崎で堂々と帰るもんばっかりだ。待てよ。何が。今思い出したんだが、三四日前裏側あたりで通りらしいものを見たという漁師の報告が入った。嵐の中だったのでおそらく見間違いだろうと思って問題にもしていなかったんだが。塔の船、こんなとこまで来られんのかい。それは来れるさ、よほど儲かる商いがあればな。船足から行ったって捕まる心配はないんだし。それほど儲かる品物で、しかも長崎で扱えぬ品物と申しますと。それはわからんよ。まず考えられるのはアヘンか武器だが、奇襲攻がな。あなた、うん、何かお困りのことがおありなのでしょうか。いや。でもあなたがため息をつきになるなんて。疲れているだけだ、気にせんでいい。そうでしょうか。あなたと黒松様が四人寝頃同士の中から特に選ばれ、ご家老様からお指図をお受けになると言われて、まだ10日にもなりませんが、あの時はあんなに勇んでいらっしゃいましたのに、今度こそご家族間違いなし、私にも何か買ってやろうなどと軽口をおっしゃるくらい。それが今になったらため息なんて。そうだったな、あの時が一番良かった。小太郎のためにもぜひご家族はしてほしいが、今でもそう思ってはいるが、やはりただではお家蔵はないということかな。考えてみれば当たり前のことだ。あなた、お園、万が一わしに何かあったら小太郎を頼むぞ。奉行所の役人だと、見間違いじゃないだろうね。ええ、わしは二三度いたぶられてますんでね、間違いっこありませんや。奉行所が乗り出したとなると、これはまずいな。子供を何とかするんだね。肝心の子供いなければ気が抜けるだろう。子供ってのはよく堀に落ちるもんで。まあ、うちのボンももうちょっと綺麗な女の子見るとボーッとするんだから。と言ってな、ええ加減にお嫁さんももうてもらわんと困るし。おばちゃん、人のこと言うより自分も嫁になってみたら。そうね、私もお嫁に行けなくて。相手がいるかな。やがましのバカ野郎、何相手がいるかな。だから前はね、そういうこと言うから。ちょっとすいませんが、ちょっと抜いてもらわなくても、天下の道はこっちにもあるんだ。何なんだ、まあ、こっち行けば。こっちも行かなきゃ、こっちがいいんだろう。まあ、こっち行こう、こっち。すいません、すいません、私はあの泳げませんので。これは結構だね。まいっ
ボン、あんた何してたんだや。この人が来てくれなかったら、私とこの子はあんた水の底やったんですよ、ほんと。それじゃすまねえ、片桐。手前は深川奉行、早見右近。そこもとは紀州藩根室同士、小暮源太郎。失礼いたす。お奉行、あの男ですよ。手前がさっき都会までつけましたのは。おかみ、あのゴロンボたちは？頭分はゴロ巻きのタスと言って、金さえ出せば何でもやる小悪党ですわ。まあ、どうせ受け負い仕事でしょうけれども。お奉行！お奉行！どうしたい？ただいま、お船手五番所前に大人足らしき者の死体が流れ着きまして。私にできますことなら。盗っ人一人調達してくれ。それも土蔵破りの名人を。いつおいるようですか。今夜。その男かい。ええ、切り妻の新八って言うんです。その道では江戸では五本の指に入る男なんですけれども、でも旦那、その新八がなんだか嫌な予感がするって言うんですよ。日を改めて十分準備した上でっていうことではどうでしょうか。そんな暇はねえ、大丈夫。俺がついてる。俺がついてるってまさか旦那も。一緒に行くさ。そうじゃなきゃ意味がねえもん。おやめになってください。そんなことでしたら私きっぱりお断りします。もししくじりでもしたらどうするんですか。ご自分のことをよく考えて。来た。どうも。行こうかってどこなんです。狙いは紀州藩下屋敷、うん、あそこの蔵に見てえもんがあんだ。どうして旦那。おめえさん必ず無事に返してやる。それだけは俺は保証する。文句あるか。お世話いたしましょう旦那。やめとくれ新八。その方をそのところにお連れしたらば後で大変なことになる。お嬢さん、この方は一旦こうと言いなしたことは低下数のお方じゃありませんですよ。そのくらいのことは分かるねえのお嬢さんじゃねえはずだ。それとも惚れなすったかな。何言ってんだよバカ。お気をつけになって旦那。おめえさんその辺に隠れてな。そうはいきません。お供いたしましょう。南蛮トロガイの短筒だよ。
ふんわりだ。つまみだ。盗っ人が入ったらしいよ。盗っ人？こいつは俺の知り合いだよ。見上げしろ。これは当家に入った盗みとゆえ当家で処理いたす。奉行所はお引き取り願いたい。慌てちゃいけねえよ。俺は深川奉行早見右近だ。今こいつと通りかかったら怪しい野郎が二人この箱掘り出して逃げちまったんだよ。だから今中身を調べようとしてたとこだ。それは紀州家の蔵より盗み出した木箱だ。当方が確かにこれが紀州家のもんなら中身は分かってるはずだ。中身なんだよ。言ってみな。待て黒松、俺が話をしよう。おめえさんか、また会ったね。さよう。この箱は紀州家のものなのかい？全く違いますな。何？当家のものではないと申し上げております。違うのか？さよう。違います。分かった。それじゃあこいつは奉行所へ持ってく。文句はねえな。ありません。運びな。とっつぁん行こう。ね、おい、行こう。とっつぁん、どうしたんだよ。仲間に話しても信じちゃもらえねえと思いましてね。何が？お奉行さんとつるんで土蔵破りやったなんてな。当たり前だよ、お前それが。ほら、お嬢でなくたって惚れちまう。すげえな。何がすげえんだよ。ただの短筒じゃねえか。だから知識のないやつは困るってんだ。いいかい。これはな、二箇所全く新しい機構を持った新式の短筒だ。よく見てみな。これはひなわがねえだろう。だから雨が降っても不発の心配がねえんだ。もう一つはこの重心の内部だよ。筋が切ってある。だから命中率が高いんだ。見てみな。なるほど。キー大納言の単なるおもちゃか。おもちゃ、まあ、そういえばそうだな。これで天下に乱を起こすなんてことはまだあるまいし、おもちゃだとすればどうってことはねえだろう。ほっといても構わんだろう。そうはいかねえよ。どうしてだい。たかがおもちゃのために10人の船人足が切られてんだぞ。なるほど。しかし相手は紀州家だぞ。あの蔵には火薬が5万と詰まってる。その火薬が爆発したら。何？いくら紀州家でもちいっと言い訳に困るだろうな。さあ困るだろうな。蔵いっぱいの火薬が爆発したら下屋敷はその近くの屋敷まで吹っ飛ぶ。どうやって爆発させるんだい？大筒だ。船手組には大筒があるだろう。船に積んであるじゃねえか。バカなもんだ。そんなことができるかい？できるよ。
面白いな。いいな。よく手に入ったな、頼む。はあ、その入手にあたりましては、都会や庄右衛門なる者が大変な働きをいたしておりまする。どうぞお目をおかけくださいまするよ。ん？なお、根頃同心小暮源太郎以下4名の者もその都会屋と協力し、実際の運び方を受け持ちました。それがあいにくの嵐で大変な作業だったようでございまする。うん、20俵の数じゃ。かたじけのうございます。うん、何？なんだ？は、実はこの一件どうしたことか、深川奉行所の鍵つけるところとなり、先日来必要な探索を受けております。もちろんこの奇襲家に対しどうこうできるはずもございませんが、ただいまその深川奉行早見右近なる者御門前に参り、殿にお会いしたいとほざいておりますようで、少子千万ともバカバカしいとも何とも。はや、面白い。ここへどうせ。お、いや、しかしそれは構わん。奇襲家に立てついたらどうなるか見せてくれ。呼べ。殿がお目通り許すと仰された。ご案内申し上げる。かたじけない。お奉行。なんだい。もし万一お奉行のお帰りなき時は、我ら一同紀州藩邸に切り込むつもりでおります。深川奉行以下同心ことごとくが紀州家藩邸にて切り入りしたことがお上に聞こえれば。またえ千金だな。おめさんからそんなセリフを聞くことは今の今まで思わなかった。まさにまたえ千金だ。お奉行、嬉しいぜ。ありがとうよ。大納言義光じゃ。図が高いぞ早見右近。ふざけちゃいけねえ。おいら公方様直々に任命された深川奉行だ。公方様以外の人間に頭は下げねえ。無礼な。用向きをさっさと申せ。妙な道楽は困ります。何？その箱の中身、天下の法を犯し抜けにまでして手に入れるおもちゃかね。悪ふざけが過ぎやしませんか。黙れ。誰に向かって口を聞いていると思う。要は紀伊大納言義光じゃ。知ってますよ、そんなことは。位が高ければ法を守らなくてもいいと思ってんのかい。貴様、世に説教するつもりか。とんでもねえ。あっしはただ落とし前をつけてもらいに来ただけです。落とし前？そう。お宅のご家来衆はそのおもちゃを手に入れるために船人足10人の命を闇に消してるんだぜ。殿様のわがままで家来が苦しめられるのは仕方がねえだ。だが何の関わりもねえ庶民が犠牲になるのは納得いかねえ。我慢ならねえ。これも撃てるかい？大納言様、撃てるんなら撃ってみな。なりません殿。それがこの男の狙いかと。門外にいる同心ども、この男の身に異変あらば全員当藩邸に切り込み討ち死にする覚悟と申しておったそうで。そんなことはしやしねえ。俺のすることはもうちょっと派手だよ。狂ったかその方。ただの合図だよ。ガタガタすんじゃねえや。半筒の音のようだな。頼む。慌てんじゃねえ。今のは脅しだ。二発目はこの土蔵に当ててみせる。何？あ、
あれはご座船の大筒だ。どうなんでしょうか、これから。ん、なんだあれ。これは当藩邸内にかようなものが捨ててありました。当藩のものではありませんゆえ、奉行所でお引き取り願いたい。どういうことが起こるかね。蔵いっぱいの火薬が爆発する。この藩邸は無論吹っ飛ぶ。紀伊大納言様もどっかへ吹っ飛ぶ。貴様も一緒に吹っ飛ぶぞ。当たり前よ。紀伊大納言様と神獣だ。いくら奇襲受けてもこのまんまじゃすまねえな。渡してどうするんだ。おい、早く決めねえかい。こっちは気が短けんだ。頼む。いい加減にしろ。奇襲受けには男いねえのか。殿様に代わって俺に返事しろ。それともお家を潰されてが。香川奉行殿に申し上げる。おめえが聞こう。その短筒お家になりたくば撃たれよ。何、大筒が当藩土蔵を撃とうと何事も起こりはしません。火薬など一かけらもありませぬゆえ。おめえ、運び出したな。賊の仕業でござる。賊が当藩の知らん間に平打ちへ捨てていったまでのこと。それがしはそれを奉行所にお預けしたまでのことでござる。おめえ、腹切ったな。後のこと何分にも穏便にお願い申す。さすがは奇襲受け、いい侍を持ってる。なくなっちまうよ。戦でもないのに大筒をぶっ放し、余すさえ御三家忠様姫屋敷を狙うとは言語道断。向井将軍はお船手頭として御座船に積まれた大筒の点検と試射を試みましたまでのこと。お咎めを受けるいわれはござりません。大筒の点検と試射。将軍、しかとさようか。御意、その件すでに届け済みにございます。そうか。いや、それにしても飛車をするなら海に向かってすればよい。紀州藩邸を狙わなくとも。いや、将軍が狙ったのは紀州藩下屋敷前の路上でござる。路上、もし紀州藩を狙ったものなら下屋敷は木っ端みじん、紀伊大納言様のお命もあろうはずがござりません。なんということを貴様。すなわち狙いは紀州藩邸門前の路上。
それにしても。しかしてこの路上の勘。三人の同志が小暮家もこれで安泰と、それが本日。どういうことだ。我々が一体何をしたってんだ。これは一体いかなるわけですか。これは紀州藩を作った小暮源太郎の遺族に対する仕打ちですか。黙れ。何が紀州藩を救っただ。余計な真似をしよって。藩の面目、ひいては殿のお顔に泥を塗った不忠の臣だ。不忠の臣。バカなことを。どうして小暮が。貴殿。一度都会屋を使い遠村と連絡を取り、今度は鉄砲に大筒を。なんとかそれだけは。それで小暮様は少々お気の毒でしたな。あれだけ藩のために尽くして逆に抜け荷の汚名を着て一族ことごとく処刑されるとは。死んだりするからだ。死ぬ者貧乏とはこのことよ。まったく、こちらあんまりつき殺されても死なない方ですからな。それでいい、それでいい。それでなくては仕事はできん。世の中ふてぶてしく生き延びる者が勝つ。誰だ。
様、紀州藩邸と知っての狼藉か。当たり前よ。よし、香川奉行。薄汚ねえよ、てめえらが乗せることは。何をしようとふてぶてしく生きようだと笑わせんじゃねえ。てめえらがに生きていらいちゃこの世の中は真っ暗だ。ありがとうございました。いや、たすぐ帰ってきなさいよ。ね。よかったらね、お父ちゃんになってくれはるかわからんねえから。つまんねえこと言うんじゃねえよ。いろいろとありがとうございました。元気でな。ありがとう。さあ、おい、坊主頑張れよ。うん。じゃあ俺も一緒に行くわ。紀州藩江戸家老浜村頼母と都会屋庄右衛門の死は病死と発表された。そして以後幕末ペルニの黒船が江戸の人々を驚かすまで東京湾に異国の船が入ったという記録は一つもない。改修がもたらした木材の値上がり、主人に話して材木売ってやったらどうだい。焼け出された連中はかわいそうだぜ。その構想のさなか、兄を失った妹と主人を亡くした中元が誓い合った仇討ち。伊勢屋は材木問屋の中でも一番の王だな。きっと金の力を使ってもみ消してしまうでしょう。では兄上の仇は打てないのですか。しかし悪の手が二人の背後に迫る。破れ奉行復讐潮見橋の女にご期待ください。